E-8 ジョイントスターズ E-8J、スターズはアメリカ空軍が保有する軍用機の一種。レーダーで敵地上部隊を探知、識別し、味方地上部隊を指揮、完成する。第地番早期警戒完成機とも呼べる機体である。J スターズのスターズは直訳すると、監視及び目標攻撃レーダーシステムとなる。本機は空から地上を監視、 完成するという性格の機体であるため、空軍と陸軍の共同で計画された。J スターズの J は、この共同計画を意味している。E-8J スターズは、中古のボーイング707から320を買い上げた、上で、ノースロップグラマンが、任務に必要な装備を追加するという方式で、製造された。1985年より開発が開始され、母機となる2機が取得された。 初飛行は1988年12月22日で実用的な回収を経た作戦能力獲得後、1999年には旧ユーゴスラビア解体に伴う諸紛争においてナトー主導で実施されたアライドフォース作戦や21世紀に入ってからのイラク戦争などで実戦において活躍している。全部胴体のもとに細長いフェアリングを設け、 ここに、対地監視用の速報監視レーダー案 APY-3 を装備している。これを使用することにより、地上にいる車両の動きが、リアルタイムで、地上のコンソール画面に表示される。この案 APY-3 は、地上の精密な観測を目的とした、合成開口レーダーモードと、移動目標の追尾を優先させた、ドップラーレーダーモードを使い分けることができる。 後者は高速な操作ができる反面精密な監視を苦手とするが、それでも車両速度などによって送輪車と送機車を区別できる場合もあると言われる。かつてはレーダーの性能が不足しているため、地上にいる車両のような小型目標を補足、追尾するのは難しかったが、精度の高いビームを発信できるレーダーが実現、可能になり、さらに、 得られた情報を処理する高性能コンピュータが実現したため、こうした機体が実践投入できるようになった。E-3 や E-767 が航空機の動きを探知するのに対し E-8 は地上の車両に目を配る。また、車両の移動パターンをもとにして相手が何者なのかを推測することができる。当然、敵にとっては重要目標になるため、 この機体は厳重な護衛を必要とする。ただ、E-8 が収集したデータは無線を通じて、口頭で伝えられるため、聞き間違いをする可能性があり、また、地上の核戦闘員は頭の中で状況を組み立てなくてはいけない。この人間の介在が問題点である。陸上戦における新時代を切り開いた E-8 は、 冷戦終結における西側諸国の勝利に貢献したが、本格的な非正規戦争に直面した2010年頃からは、無人偵察機との連携も含めた迅速かつ高度なデジタル化が可能となる後継機種が構想されている。ボーイング767から 400ER を母体とした E-10 の開発が進められていたが、結局実証試験のみで開発は中止され、 試験結果をもとに既存機の回収を行うこととなった。2015年6月、ロッキード・マーティンは、アメリカ空軍の E-8 を低リスク及び低予算で実現するために、レーセオン及びボンバルリアと提携を結んだと発表し、ようやく具体化した E-8 の後継機のベースとなる機体には、ガルフストリーム社のビジネスジェットをもとにした改造案が提案されている。 それと同時に、イギリス空軍 RAF がすでに導入しているセンチネル R1 と似たコンセプトモデルが発表された。イギリス空軍所属の機体は、英国の航空省などで機動飛行を実施しており、E-8 よりも高い機動性を見せている。ボーイングでは P-8 をベースとした P-8AGS も提案している。ありがとうございます。